フグ田サザエと申します。お魚を食わえられたドラ猫様、追いかけられあろうことか裸足で追っかけなされます。非常に陽気なフグ田サザエ様、皆様が笑っておられますよ。お日様にも笑われておられますよ。本日は良きお日柄となりました。買い物なさるべく町までお出かけになられましたが、お気の毒に財布をお忘れになり、非常に愉快なフグ田サザエ様、皆様が笑っておられますよ。子犬にまで笑われておられますよ。ルールルルルル、本日は良きお日柄となりました。